メタルの天国が今中国にあるんですから。あの行ったらキャーキャーですもんね。もう若い子からもキャーキャー。ジョージーキャ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 ー。ええー、っつって。今やってると思うんですけども、はい、まあ、あとは専門学校とか教えてたこともあったと思うんですけども、そうですね、どういうことを教えることが多いんですか？まあ、あの、レッスンは個人なので、うん、もうその人に、あの、合わせたレッスンスタイルになってくるので、もう普通に、ね、演歌を教えたりもしますし、時にはそう、やっぱりその人のレベルに合わせて、レベルに合わせて、その先ほどしていただいたのは科学的な、そうですね、ちゃんと理論に基づいた練習を説明してるんですね。ですね、間違った道には行かないようにはしてるんですけど、でもやっぱ楽しいのが一番なので、まあ、そうですね、やりたい人にとっては。自分でやるのはストイックでいいんですけど、人に教えるときは、まあ、もう本当前提が楽しいかどうかの判断基準になってきて、まあ、ただ弾けないと楽しくないっていうのはもう絶対前提にあるので、ってことは弾けるように導いていかないといけないっていうので、いろいろ工夫してやってます。今もレッスンは申し込みとかできる？まあ、できます。あの、別に直接行っていただければ、うんうん、はい、あ、じゃあちょっと概要欄の方にぜひ筋トレも教えてるんで、はい、それいいですね。筋トレも教えますよ。パーソナルトレーニングも一緒に受けるようなもん、一緒にできますよいい体になりながら。それはどうなんですか、あの、優しく教えてくれるんですか？あの、もう優しく。ギターは教わりたいけど、その筋トレが怖くていけないみたいな人はいないですか？いや、逆にあの筋トレだけでも教えるまあ、そうですね。本が出てますからね。あの、エレキギターの基礎練習と同じことをアコースティックギターでもできるじゃないですか。あ、できます、ね、あれってその有用性というか、なんか考えありますか？エレキのフレーズをアコギで弾くっていうことは、難しさが上がると思うんですよね。うん、単純に。弦高も違うし、はい、太さも違えばテンションも変わると。はい、なので、アコギの練習って僕は握力練習だと思ってて。はいはいはい、あの、アコギで練習することによって、あの、ギターで必要な、あの、押す時の力が、はい、全部身につくんですよ。で、エレキだけやってると、はい、やっぱ抑えるっていうことに対してあんまり力の意識を持てないまんまになっちゃうので、いやがおなしにその力を、あの、使った状況を作るにはアコギが最適だとは思うんですけど。取り入れたりしたこともありますか？取り入れた時期もありましたけど、まあ、やっぱりエレキのフレーズ完璧にアコギで弾くのは無理なので、あの、限定的にはなりますけど。なんかこれは、まあ、ちょっと贅沢な話なんですけど、僕がエレキギターで基礎練習するじゃないですか。で、なんかアコースティックギターでも基礎練習とかしたりして、できればどっちにも使える状態のスキルとして磨けたらいいのになとは思うんですけどもね。実際難しいですかね。まあ、実際なかなか、また僕はもう別楽器だと思ってるので、まあ、そうですね、エレキとアコギは分けて考えないととは思ってるんですけど、まあ、ただアコギで培った筋肉がエレキで楽に感じるような、そうですね、ことはあるってことですか？絶対あるとは思いますよ。ありがとうございます。音楽理論が必要かどうかってもう定期的にどっかで話題になると思うんですけども、はい、なんかこうお考えあったりします？必要ですあのじゃあ生徒に聞かれたら何て言ってんですか？あの、いつも言ってるのが、はい、いい例え話があって、まあ、必要ですって言ったところで、じゃあなんでとか、まあ、やっぱ難しそうって考える人も多いと思うんで、まあ、まずそんな難しくない、あの、考えないでくださいっていうところで、お料理本って言ってるんですよ、いつも。なくても一応料理は作れますけど、やっぱ見本通りにちゃんと綺麗に作りたかったらお料理本あった方がいいですし、ね。で、それでお料理本って知識もどんどんレパートリーも増えていくじゃないですか。だから、あった方が絶対いいですよっていうのでやってますし、まずそもそもその音楽をね、彩っていくのに理論のバックボーンはあった方がいいとは思うんですよね。力強いアドバイスですね。まあ、レシピってことですかね。レシピっていう感じですかね。レシピ見ないで、いきなりビーフストロガノフを作ってみる。あ、見ないですかね。ね、まずクックパッド調べるじゃないですか。まずストロガノフを買ってこないといけないですからね。そう、だからその、それ何って調べるとか。何ですかね、ストロガノフ。そうそう。はい、最近専門店とかありますけど。そう。そういうことになっちゃうから、まあまあ、メタルでもやっぱでもそういう知識は使うんですか？使うときと、まあ使わない場合もありますけど、うん、一応使う前提の方がいいとは思います。まあ、いろんなレシピを覚えておい て、自分の料理に生かしていこうという感じですかね。そうです。ギター持ってきていただいたんで、はい、ちょっとこのギターめちゃめちゃかっこいいですよね。これちょっと教えてもらっていいですか？他の動画でも見たんですけど、生で見るともっとかっこいいですね。あの ESP さんからお貸しいただいてる、はい、あの、僕のシグネチャーモデルの、シグネチャーモデル出てるんですね。かっこいいですね。シリーズはスナッパーの、は
はい、はい、ポータリスト7っていうんですけど、このピックアップのデザインもかっこいいですね。すごいですよね、うん、金属は腐食させるテクニックで、あ、なるほど、うまく腐食させて迷彩柄みたいにしてるんです。へえ、これ何の木なんですか、大理石みたいな。あ、これあれなんですよ、はい、バッカイバールっていう木でして、はい、もともと結構こういうとこに溝になっちゃってて、うんうん、木にできるガンみたいなコブみたいなやつになってるんですけど、はいはい、木にできるガン、なるほど、本当は自然界にあっちゃいけないやつなんですけど、へえ、それを切り出すとこういう木目になってて、へえ、ここに一応レジンで補填して、はい、レジン流し込んで、僕のやつなんですけど、うんうんうん、緑色のレジンで流し込んで磨いてあげるとこういう大理石みたいな木目になる、すごい綺麗で最近流行ってる木なんですけど。あ、そうなんですね、全然僕疎くてかっこいいな。動画で見てる以上に生で見るとよりこう、すごいですよね、うん、かっこいいですね。でも確かにこう大理石みたいに見えるな、自分で言っといてあれだけどで本日はケンパー持ってきていただいたんですね、はい、ケンパーは何の、モデリング使ってますか。ケンパーはうちにある、うん、エングルのやつを引き出して、なるほど、いろいろ中でちょこちょこして使ってるんですけど、エングルのリグってあるわけじゃないですか。でもやっぱ自分のやると違うもんですか。まあ、やっぱり自分の好きなように設定できるので、元あるやつが全然悪いわけじゃなくて全然いいんですけど、やっぱり自分のギターの相性とか考えると一番普段作ってる音を出した方がいいかなと。僕実はケンパーってあんま触ったことなくて、実際にエングル鳴らすのと今みたいにキャビン、今日はねこのメサのキャビンにつないでますけど、結構触るもんですか、それとも分かんないですか。ライン通して、はい、そのスピーカーとかで聞くと、うんうん、ほぼ同じになってる、ね、同じですか。もう 99.何%ぐらいでしちゃってるので、それで販売してる人もいますしね、うん、自分でこのオールドのもう絶対存在しないような、はい、ヴィンテージのアンプを抜き出して販売してる人もいますし。ラインではなくてスピーカーからこう来る感じとかだとどうですか。スピーカーから来る感じだとやっぱり、うんうん、少しやっぱ生アンプに具合は上がりますよね、うん、ちょっと筋肉で例えるとマッチョ感が足りないっていうか筋肉で例えると、はい、ケンパーはその、はい、ボディービルのコンテスト10日前ぐらいなんですよね。おお、分かるような分かんないよね。いつでもコンテスト出られる状態なんですけど、はい、あと一つの絞りが足りない、うん、へえ。で、本当に生アンプのは、うん、コンテスト当日みたいな、研ぎ澄まされた筋肉。ただライブでお客さんに聞こえる音はもう、まあ、変わんないと一緒なんですもんね。ラインで出しちゃって単純にそのリハーサルの時とかに、そうですね、自分のスピーカーから来る振動とかはさすがにってことですよね。そこはまだちょっとどうしてもっていうところでしょう。ありがとうございます。現在の行われているプロジェクトとか活動とか、今後の予定とかお聞きしたいですね。まあ、バンドやってるので、はい、ゴストツコツっていうバンドなんですけど、うん、読みにくいバンドなんですけど、これ噛みそうですよね。そう、こんにちは、ゴストコツコツ、みんな間違っちゃうんですけど、ね、あとドツコツコツじゃなくて、ちょっと間違っちゃうんですけどゴストツコツですね、かっこいい、はい、三国志の武将の名前なんですけど、はい、そのバンドでちょこちょこライブしてるので、次は4月11日だったかな、はい、に入ってはいるんですけど、うん、のバンドで今新しいアルバム作りも始めたりとかして、はい、まあ、こっちの方でメインで活動してながら、自分の今ソロ活動も去年からねさせていただいてるんですけど、はい、今年ちょっともう来月あたりかな、3月ぐらいめどに、4月になっちゃうかもしれないですけど、1曲新曲出すので、それが YouTube とかでね、いろんな公開して販売することになると思うので、それから皮切りにちょっと2枚目のアルバム作りも始めてるので。ああ、そうなんですね。今年中にできたらいいなとは思ってるんですけど、ヘビーなロックギターのお手本のような、いやいや、うん、楽曲たちだなと思って、本当に好きなこと詰め込んだ感じですよ。面白いですね。ソロのじゃあアルバムは、今年中で出していって、もうずっとこう並行して続けていく予定なんですね。そうですね、うん、で今ありがたいことに何回か去年もソロ携帯でライブのイベントとかお誘いあったので。ああ、そうなんですね。なんて言うんでしょう、今後も来たらそれ受けていきたいんですけど、うん、バンド携帯にするので、ちゃんとドラム入れてベースもあって、でバンド携帯の
あの編成でソロバンドとしてをしていきたいので、たいですね、トリオで、トリオでそれもしていきたいので、うん、まあ、準備は進めてるんですけど、うん、じゃあもう並行してバンド活動並行してっていう感じですね、うんうん、素晴らしいですね。これ構わないようにね、コツとつコツは、はい、あの海外ツアーとかも今まで結構行かれてましたね。あ、そうですね、うん、僕の加入する前からもいろんなとこ行ってたりとか、はい、加入してからもあの何カ国か行ってるんですけど、うん、いやすごいらしいですね、中国のね。いやもう中国はもう 2,3、うん、回行きましたけど、うん、すごいですね。 どんな感じなんですか、熱狂が。熱狂がやばいですね。にあのこっちの国で10人入ると向こうで100人入るみたいなイメージで、人が10倍なので、まあ、そうですね、人口がね10倍ぐらい、本当にとんでもないぐらい来てて、人が熱狂がすごくて、で今あそこの国ってそのまだ他の国の音楽聴いていいよってなったのがここ十何年とかの話なので、今若い子がヘビーメタル聴いてるんですよ。90年代にみんな XJAPAN 聴いて育ったみたいな時代が今来てて、はい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 、ちょっとジャンルも古かったりはするんですけど、はい、メタルがトレンドになっちゃってて、あの女子高生とか例えば学校帰りに日本からバンド来るからライブ行こうよみたいな感じになっちゃってて、年聴いたら16とか17とかメタルの天国が今中国にあるんですか。あの行ったらキャーキャーですもんね、もう若い子からもうキャーキャー、ジョージキャー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 、えぇーっつって、マジですか。おめぇこっちだとちょっとマジですかと失礼か、はい、いやいやでも残念ながら日本だと、ね、女子がね、そうなんですよ、メタルで来るって結構ね、日本でももちろんジャンルによりけりで来ますし、はい、って言っても中国ほどじゃないんで、やっぱ年齢層も高くなってきてますね。そうなんだ、メタルファンは泣いちゃいますね。泣いちゃいますね、メタルファン。結構なんか辛い時代を送ってたりしますもんね。そうなんていうか、だそうなんだ、中国でライブするといつもすごく楽しいですけど、でもなんか夢があっていいですね。ですね、流行る時期がずれるから、まあ、常に求めてくる人がいるんだなって思いますね。そっか、日本でもメタルの人気で結構高い方だっていうイメージはあったんですけどね。まあ、あのヘビーメタルもちゃんとジャンルとしては定着してるので、一定層いるんですけど、やっぱジャンルによりけりだったりもしますし、あのそうですね、じゃあ概要欄に、コツとつコツのリンクとかぜひぜひ見てください。あとあれですね、ジョージさんのソロアルバムのリンクもありましたよね。あ、はい、もじゃあぜひよかったら購入してくれる、うん、あのぜひ皆さんチェックしてみてください。ゴリゴリですんでじゃあ今日最後にですね、はい、まあ、ギターリストの人がよく見ている動画になると思うので、あのメッセージいただいてよろしいですか。あ、じゃあ、一緒に頑張りましょうじゃあソロアルバムと、はいはい、合わせて、この本と、はいはい、ぜひチェックしてみてくださいお願いします、はい、シンプルにね、はいはい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。ジョージさんでした。ありがとうございました。